安倍さん、あるいは自民党の方々は、アベノミクスと言いながら、3本の矢を放ったと言われています。しかし、ご承知のように、なかなか効果が上がらない、期待外れという意見も多く出されているわけです。で、今、アベノミクスのおかげで物価は上がりました。しかし、安倍さんが言っているように、来年の4月には消費税を 5% から 8% に上げると言ってます。物価が上がり、今度は消費税が上がる。アベノミクス、本当に悪大ことをやります。踏んだり蹴ったりではないでしょうか。そして、安倍さんが言っている成長戦略の中にもう一つ危険なことが含まれております。それは雇用の規制緩和ということです。小泉さんの時代に雇用の規制緩和が行われました。竹中さんがやったということですが、この時も非正規労働者が激増をし、失業がどんどん増えてきたわけです。今度も安倍さんがやる雇用の規制緩和、おそらく非正規労働者がどんどん増える、女性の職場がなくなっていく、経済はますます疲弊していくと思います。若者や女性の雇用を拡大せずして、日本の経済は持続性を持たないというふうに考えています。